盛大に祝ってあげてください。じゃあ素敵な一年にしてね。じゃあねー。聞いてないよ。どうも。ビッシュの朝木です。はい、ということで、お前何してんの。はい、おめでとうございます。何してんだよ。嘘、コメント見てびっくりしてるんじゃないですかね。これね、いや僕らもね、こんな動画コメントできるなんて、うん、すごくね、嬉しい。光栄ですよ、本当に。ありがとうございます。楽しいわ。ストイックだね。そう、ストイック。もう、ね、役とかに合わせていろいろやったり。コウダイと一緒にいると頑張らなきゃなって思うんですよ。もう本当にすごい優しくてね。そうそうそう。これでもあのお家に泊まってたりとか、ごめんなさい、楽しかった。うん、ありがとう。ね、お泊りとかしたいですし、はい、本当今後もまあいろいろ舞台とか、うん、とか、うん、頑張って、うん、また一緒にダンスしよう、ダンス。そうね、ダンス結構ね、僕ら通じるものがあるので、はい、ダンスしましょう。ぜひ歌も歌いましょう。カラオケ行きましょう。カラオケ行こう。できたんだお前。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いい一年にしてください。ありがとう。お願いします。ありがとうね。ね、まさちゃん、あれ、じゃあ会場にいる皆さんも楽しみにしていると思いますので、あのいつも僕らに。一発芸、ね、おっしゃ、もう待って、見つかった。ちょ、待って、待って、嘘。え、何すんの、何してんの。なんでぜひ、コウダイ、あの会場の皆さんに、膝を使った一発芸。いや、わかんないんだけど。以上、イジでした。あ、ちょっと、イジはタクミとマサキでした。バイバイ。バイバイ。どうも、どうも、おーす、皆さんです。コウダイとはフロックスの舞台を僕らに貸してもらった時に、あの初めてコウダイがいて、すげえめっちゃ動いてんなと思ってって言ってたら、なんか舞台初めてみたいなの言ってて、あ、すごい、全然そんなに見えないなとか思って、だから、まあハンサムであって、もうキラッキラがすごいよっつって、僕あんまり結構こう先輩とか後輩とかあんまりこう結構最初のうちは壁作っちゃうタイプなんですけど、コウダイはそんなことなく、あの最初から来てくれて、俺も好きなんだとか思いながら、かわいいなとか言いながら、コウダイと仲良くしてたんですけど、見たよナルト。いやー面白かった。あー大阪公演に行きましたからね、僕。仕事とかじゃなくて、こう、その舞台を見るためだけに大阪に行きましたから。っていうか、ご飯行こうってずっと言ってるんですけど、まだ一回も行けてないっていうね。行こう。マジで。行く。やる？怪しい子。怪しい子。あの、コウダイが舞台とかいろんな作品出てるの僕はチェックするんで、このも見てくださいっていうことですよ。見てるドラマ、僕が出てるドラマ、いいとね。はい、ということで、最終回をイいいとというドラマやっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、あの、あ、すみません、これはどうしたらいいんでしょうかね。このケーキは、あ、食べちゃうって、これは、うん、そうだな、どうしようかな。え、どうすんのこれ。ちょっと待って、ちょっとこうして、こちょっと待って、こうしましょう。よし。ずるいね、ずるい。なんか本当に僕、あの正直言ってね、あのね、おお、なんだろう、驚いてたから、でも正直驚いてたからじゃないわ。正直言って本当にこんなも予期してなくて、あの僕一人で今日司会進行っていう、マジもう頭台本がパンパンなんですよ。だから俺台本にないことが起こったらどうしようと思って、そしたら、まあ、みんなからこうやってあのコメントいただきました。まずはね、ヒデヤ君が、そのヒデヤ君が0時ぴったりに一人だけあの連絡くれたんですよ。そうだからヒデヤ君は本当にあのいつでもお兄ちゃんみたいな、存在なので、これからもずっと仲良くしたいなって思うがあるのと、ねえ、いやでも本当優しい人なんで、でバスケ、その17歳の誕生日の時にバスケースとリュックサックをもらって、バスケース今でも使ってるし、リュックサックも今でも使ってるんで、もうすごく大切にしてプレゼントは使っています。ヒデヤ君、
いやありがとうございます。嬉しいな、嬉しいわ。そしてたくみとまさき、たくみとまさきは同い年で、まあ、共通の友人がいてそこから仲良くなってみたいなとこなんですけども、いやもうなんかあいつら適当なことばっかり言うね。なんかダンスしよう、いやカラオケ行こうみたいな、どっちだよみたいな。まあそれとなんか俺がねいつも古代一発ギグしてくるんですよみたいなこと言ってるけど、してねえからしてないから。何膝を使って一発ギグやってんって、何なのビビュー、なんだっけな、いや、あのね、もう、まあこれちょっとルイトさんがやってたのね。ルイトさんがやってたやつちょっとやるね、いよ寿司三昧っていうのがあって、これをね、もう滑ったよね。これをずっと、俺、すっげえ面白いルイトさんと思って、これずっとやってたんですよ。多分膝使ったやつこれしか俺で、まさに見せてないからこれです。すっげえ恥ずかしい、もう。え、なんだよ、してないの、やってよ。一発芸全力待機、やった。はい、もうそうですね。匠とまさきはまあ仲良くて、まあ今度スタジオ行ってダンス一緒にやろうみたいな話はしてますね。もう僕ん家に泊まりに来たりとか普通にしてくるんで、いきなりなんですごく二人で仲いいですね。そして。りょうさん、りょうさんね、りょうさんは、そうですね、りょうさんね、マジ肌綺麗なんですよ。いや、本当に、本当に綺麗で、あと、なんで好きになったんだろう、なんか、なんでかな。違うんだよ、なんかね、誰にも、なんか心開いてない感じするんですよ。わかる？なんかさっきの、俺とそう、なんか無な感じ？なんかそれをどうにかして、なんか開けたいな、みたいな思って、それで自分から、初対面だったら全然僕緊張とかしないんで、そういう、そうやってりょうさんにすかすか行って、で、お話しして、なんだっけな、ゴーダイとか可愛げぶつぶつみたいなこと言ってたよね、それはね。ハンサムライ、ハンサムなんかにね、とかでね。そうそう、だから、なんかそれぐらいなんか自分のこともだんだん、りょうさんもなんかこう、自分のエリアに入れてくれるようになって、すごくなんか、まあ、ヒデ君とは違ったなんかお兄さんみたいなところで、すごく好きかなって、りょうさん思いますね。うん。いや、そりゃ、そりゃ嬉しいしね、りょうさんもあるし、なおりょうをなんで好きになったんだろう、バイク高台君。うん、そうね、最初からそっち系だと思ってて、あーもうダメだ、もうもうダメだ、完全に女子の会話とかね。でももうね、ちょっとダメだよ。はい、そう、あ、しかもさ、そう、教えてくれてありがとうございます。そう、わちゃんさん、そう、ちゃっかり宣伝しましたね。はい、ちゃっかり宣伝してたね。まあ、ヒート、僕も見てるんで、もう、はい、大丈夫ですよ、きよさん。はい、そうですね。皆さん、なんか、どうですかね。なんか、本当に、緊張しちゃって、緊張したな。だって、こんなケーキがあるって俺知らされてないし、台本にも書いてないし、いきなり VTR 流れるし、今俺の頭の中ごっちゃぴっちゃんなんすよ。はぁ、あ、高台くんのりょうくんの真似似てた。まあ無な感じね、無な感じ誰でもできるんだと思うよ。そうですね、なんか先輩、アミューズの先輩だったりとか、違うところでやっぱ出会ったキャストの人だったり、人がなんかいろんな人に支えられて17歳を終えて、また18歳にこう18歳で新しい年でこう向かおうとしてるんで、僕本当に正直言うと友達少ないんですよ、もうマジで。そうそう、少ないから、もう匠とまさきと、あとこう先輩の人もやっぱ関わるけど、アミューズのなかなかこう同じ波長で話せる人がなかなかいないんで、
すごくあの2人は同い年の中で結構と